サンデークリニック」この番組は静岡県医師会静岡県医師共同組合の協力でお送りします。 皆さんこんにちは野地武彦です家族一人一人が皆健康であることは何者にも変えがたいものです健康で楽しく暮らしていきたいそんな皆さんの健康に関する悩みや相談にお答えしていくのがこのサンデークリニックです専門の先生から毎週直接健康に関する正確な情報を伝えていただきます今週は災害関連死をなくすためにというテーマでお話いただきます先生をご紹介いたしましょう 浜松医科大学附属病院リハビリテーション科教授山内克也先生です山内先生どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて今日のテーマ災害関連死をなくすためにということですが災害と言いますとね静岡県でも去年熱海の土石流災害という大変大きな災害がありましたですねそうですね、えー、昔は災害は忘れた頃にやってくると言われていましたが、はい 近年はですね、本当に毎年のように集中豪雨や台風などの自然災害が頻発していますで。各地でジンダネ害が発生していますで。今はですね、もう本当に災害は忘れる間もなくやってくるというように、常に警戒が必要になってきています。いや本当ですね。毎年何らかの自然災害が起きている印象がありますよね。そうなんですであの。この災害が起こった時に、1961年にです、ね、定められた、 災害対策基本法の中で災害の定義というのがあるんです。でそれはですね暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象、または大規模な火事、もしくは爆発、その他あの及ぼす被害の程度において、これらに類する精霊で定まる原因によって生ずる被害を災害というとされています。はい この政令で定められている原因というのは放射線物質の大量の放出また多数の遭難を伴うような船舶の沈没、はい、その他の大規模な事故とされていますおそうした事故などを合わせますと大きな災害だなという思える出来事最近いくつも起きている印象ありますね。そうななんですすよよね、はい、で大規模災災災害害害と言われれれててますけれどもこれが自然災害及び人的な災害によって 被害が広範囲にわたったり、復興までに長時間を要したり、被災地域内の努力だけでは、解決不可能なほど、著しく地域の生活機能や社会維持機能が障害されるようなことを災害と言います。はい、また、災害を受けた特定個人への個別の対策だけではなく、地域住民全体への対策が必要となるような災害を言うことなんです。はい。そうした大きな災害の場合に、 災害対策基本法に基づいて公の支援が行われていくということですねはい。災害の規模によってですね全国規模であるような災害を本撃と言います市町村単位で起こるような災害指定されるも極撃と言いましてこれが激震災害指定が行われます激というのは激しいという字ですが例えばどんなものが指定されたんでしょうかはい。これがですね、本撃という全国規模にあたる災害は まあ皆さん、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、1986年8月にです、ね、福島県で発生した水害、また1998年から2021年まで毎年のように豪雨とか暴風による災害、そして記憶に新しい1995年1月17日、これは阪神大震災ですね、はいはい、これがまず災害です、えーで、2004年10月23日、新潟県の中越大震災。 そして最も記憶に新しい2011年3月11日の東日本大震災また同年の3月12日の長野県の北部地震これも本劇に当たります、はい、覚えているものがほとんどですねそうですね、はい、はい。で、災害ですねまあ自然災害と人的災害に分類されます先ほど申し上げましたのが、えー、自然災害に当たりますが 人的災害って何だろうと考えた時ですねこれも皆さん、はい、本当に記憶に新しいと思うんですけども1995年3月20日これはですね地下鉄サリン事件があります、はい、また1999年9月30日です、ね、東海村のですねこれも放射線事故臨界事故が起こりま,起こりました、はい、で東日本震災い考えた時にこれは自然災害なのかそれとも人的災害なのかこれはですね実用と両方なんですね。 やはり自然災害、地震津波によるものと人的災害の放射線のですね大量放出といった両方のことが起こっています。はい。支援が必要となってくる災害について教えていただきました。では先生方、医療の関係者はこうした災害にどう関わっているのか教えてください。はい。災害工程に何がまず一番大切かというと命を助けることです。ええ、はい。で命を助けるためにまず災害派遣医療チームが 派遣されれます、はい、これを d, d の D はディザスター災害の DM、はい、はメディカルの M ですね<ー>あとはアシスタントのチームなので災害派遣医療チーム d マットが派遣されます、はい、でこの d マットはまあ消防士さんとか自衛隊と一緒に救命救助中心として活動を行います、はい、でその次に医師会の方もですね日本医師会の災害医療チーム j マットが 結成されてます、はい、j マットの J はジャパンですね、はい、日本で医師のメディカル、うん、アソシエーションチームで j マットでこちらの方はですね命をですね救命救助をした後にその後被災地の方たちの今度は命をですねつないで健康を守るっていうですね、うん、そして被災地の公衆衛生を回復して地域の医療とかですね地域の ケアのシステムをですね復興させる意味を目,目的としています。だから D マットで命を助ける、そして J マットで、えー、被災地のですね公衆衛生まわり健康を維持する、そういった働きがあります。うん、はい、まとめます。D マットが救命救助、そうです。J マットがその後も含めた被災地での健康を担当する。これで合ってますか。はい、おっしゃる通りです。はい、はい。でこちらですね J マットなんですけども。 災害発生時に被災地のです、ね、都道府県の医師会が要請、ね、に基づいて日本医師会から依頼によって医療チーム医師、看護師、保健師などを組んで支援に当たっています。はい、d マットはすぐですね発災から72時間と言われていますけれども、えー、それがです、ね、発災害が発生してしばらく経った1週間での災害急性期というんですけれども、はい、それ以降、避難所とか救護所ですねそんなところで皆さん避難所の方たちが生活しています。 そこでの医療とか健康管理を維持していく。そして被災地の医療機関へ円滑に引き継ぎを行う。これが J マットの働きになっていきます。そうした災害の際の医療対応で気をつけるべきことはどんな点ですか。そうですね。えー、災害はですね、本当にもう皆さんあの予期していない。突然急激に起こってきます。そのためですね、気持ちの変化であったり環境の変化が 大きくもたらされますそうすることでやはり皆さん落ち込んだりですねもう欲打つ状態になったりしますその中でみんな今までの活動であったり参加する場所もですね場所や機会も奪われてしまうんですよねで皆さん考えてもらったら分かると思うんですけども命助かりました、はい、でもですねその時にその命本人は助かったかもしれませんがその被災者のですね家族とか友人知人がですね もう亡くなられたとかそういった時に喪失感もう心の落ち込みもありますまたですね家が流されたとかいろんなことが起こりますと将来が見えない将来の絶望感ですねそういったことに打ちのめされて精神的なストレス抱えながらそんな中で過酷な避難生活を強いられることになります、はい、そしたらですね日常生活ではあんまり動きもしない不活発な状態になっていきます、うん、そうすると皆さん考えてください どどんどん動かないでいでる、心も落ちるそうすると心身機能も身体とかですね機能も落ちていきますこれがいわゆる生活不活発病と言われているんですねでこうなってくるとどういったことが起こるかもともと持っていた高血圧や糖尿病心臓病などのですね、慢性疾患がますます悪くなるんですねそして新たに病気も発症したりします こういったですね、二次的な被害というのはすごく起こりやすくなってくるんです、うん。大きな災害ではなくなってしまう方多いわけですが、その先にという問題もあるわけですね。そうなんです。おっしゃる通りですね。うんうん、災害ですね、死亡することあります。でもですね、災害からその後災害そのものが原因でなくなった、その後の災害直接死だけでなくて、災害の後の避難生活以降で死亡したですね。その原因が 災害と因果関係が認められる災害関連死この災害関連死ということがですねちょっとキーワードになるんですけれどもこの関連死をですね非常に重要な問題と指摘されています災害そのものではなく災害が起きたことによってその後の様々な要因で死亡してしまうのが災害関連死詳しく教えてくださいわかりました、はいえー、例えば例を挙げさせていただきます阪神大震災これですねやはりこう 大きな阪神大震災の場合、直接死っというのは5515人いたんですね。はい、で、その時は8割ぐらいが家屋の倒壊によって下敷きになるのが原因でした、いいでその後にです、ね、関連死っというのは、まあ、数は少ないので919人いたと言われていますほ<う>で、東日本大震災、直接死は1万5899人と言いましたで、この方たちは9割以上が津波による溺水でした。はい で関連死はですね、まあ約五分の一ぐらい、三千七百三十九人もいたんですね。<ー>大震災などの大規模の災害は直接死は本当に多くなるんですけども、それに比較して関連死の割合は少ないんではありますが、感化されないぐらいですね。それぐらい関連死も多く出ています。うん、見過ごせないですね。やっぱりそうなんですね、はいはい。まあ避難生活がですね、長期化するほど関連死が増加しています。はい 新潟県の、ねまあ、中越地震この時は直接死は16人なんですけども、はい、関連死は50人<ー>約今度逆に3倍いるんですね<い>熊本地震どうだったか直接死は50人ですが関連死は223人として4.5倍います<ー>直接死よりも関連死数が多くなってるんですよ、うん、で特にですねこの中で皆さん記憶にあるかどうか分かりませんが避難所でです、ね、車の中で 眠られている人をちょっと不安ですね、はい、いらっしゃると思います、ええはい、その時にです、ね、車中泊によってエコノミー症候群これはですねまあ、動かないでいると血管内に血栓ができます、はい、血の塊ですねその血の塊がポーンと飛んじゃうと肺とか心臓に飛んで肺塞栓症になってですね、ええ、亡くなったという事件が、えー、新潟県の中越地震とかそういったところで見られましたそういう事例があるんですねまあ、うちが 傷んでしまって、余震が来た時に怖いよということで、車の中に泊まられる方、心理はすごくよくわかるんですけれども。はい、車の中で長く過ごすと、エコノミー症候群が起きてしまうことがあるということですね。はい、こうしたね、関連死と年齢の関係はいかがでしょうか。はい、えー、災害関連死の特徴としてですね。約七十パーセント以上が、六十五歳以上の高齢者となっています。はい。避難所生活による。 精神的・身体的ストレスや環境変化に伴うような健康の悪化慢性疾患の増悪などに起因する循環器の問題呼吸器の感染症などが挙げられますそうした災害関連死というのは一番の原因というとどういうことになってきますか そうですねやはり要因としてですねやはり動かないことによる生活不活発病ですねこれが一番の原因と認識されています、うん、やはり被災者の中でですね特に障害を持った方や足腰が弱ったような高齢者の方こういった方がやはりあまり動かないので生活機能低下してしまいますでどんどん長期的な避難生活になると 新たな病気も発症しやすくなったり災害関連症を生じる確率も高くなります、はい、避難が長期化するに従ってこれらの生活不活発病を予防するといったことが一番重要になりますまあ、生活をですね再建できるように支援を行うのは医療救護班だけではありません様々な医療関連職の協力は必須になります このですね医療支援の後に生活支援を活動するためにこの日本医師会が派遣している JMAT、はい、それとですね我々のリハビリテーション関連職がですね長期的な支援活動をすることでこの力を発揮して生活、えー、不活発病、また災害関連死を減らすことになるんじゃないかなと私は、えー、と思っております、はい、大事な役割ですね。はい さて災害そのものではなく災害の後のこうした関連死にも注意しなくてはいけないというのはいつ頃から言われてきたことなんでしょうかはいやはりこれはですね東日本大震災2011年3月11日のこの大震災が大きな契機になりました、はい、大震災ですねえっ、ー、起こって多くの方が津波などが原因でお亡くなりになりましたけれども命が助かった人も身内がお亡くなりになったり 家や職場が流されてしまって生きる希望も失いました。そんな時ですね、やっぱり目標も見出せない状況が続いてます。そうすると、やはりこうどんどん動かなくなって、もう気持ち的にも落ち込み、そして動かないことで災害関連死が徐々に増えていきました。この中でですね、我々の日本リハビリテーション医学会、そのリハビリの関連死がですね、中心になって、2011年4月13日からですね、 災害のリハビリテーション支援、そういったことの支援活動を開始しました。はい、はい、この時ですね。あの延べ12、18人の派遣を1 4 8日間起こったのが最初になっております。うん、災害関連死対策という意味では、10年前の東日本大震災がやはり一つのきっかけになったんですね。はい、まあその支援でですね。多くのことをですね。本当に学びました。やはりあのー、日本自体がですね。もう超高齢社会になっています。 世界第一の高齢社会なんんですす、ねはいはい、これ皆さんご存知だと思いますでその超高齢化社会ですねやはり大規模災害にあったときっていうのはやはりもう我々のリハビリテーション関連職だけじゃなくて大きなですねあの支援そして働きかけをしないといけません救命救護というのはまずファーストで行います、はい、でその後ですね避難所の生活をいかに快適な生活にするのか、うん、避難所仮設住宅での生活をですね あのより自宅にいるよりもより良いです、ね、生活にしてあげてそして高齢の障害を持った人たちその人たちが孤立しないようにすることそして生活不活発病がもうあまりならないようにするということが大事になります、はい、でその対策をする,ことがするためにはもう、えー、地震そしてまあ災害が起こった直後からです、ね、迅速そしてかつ継続的にですね リハビリテーションの支援がですね行われることが重要になっていると考えてます、うん、東日本大震災はもうこれ以上ないぐらいの大災害でしたからそれだけ網羅的にいろんな問題が見えてきたということでしょうねおっしゃる通りです、はい、やはりですねあの最初のですね昔、阪神大震災の時はやはりもう命を救うというところですね、そこをファーストのチョイスとして考えました。はい、でその後ですね もうその阪神大震災のところでやはり関連死が多くなったという事実を踏まえそして東日本大震災が起こったときに直接死ではもうしょうがなかったとじゃあこれからいかにして関連死を減らしていこうかというのが我々の使命だと感じました、はい、そのためです、ね、効果的に迅速にリハビリテーション支援を行えるように我々ですね団体として、えー、リハビリテーション支援団体を2011年に設立その後です、ね、2年後 2013年には大規模災害リハビリテーションの団体を作りました。はい、これがですね、JRAT、JRAT の J はジャパン、はい、R はリハビリテーション、うん、もう R ですね、はい、R とついたリハビリテーション、はいで、アシスタントチームなので、JRAT と覚えていただければいいと思います。はい、で、そのことがですねあの、いろんな団体と協議をして法人化をすることによって、2020年4月1日に JRAT ですね。 という支援団体を作っております。はい。災害の後の医療を担当するのがジェマット。はい、で、さらにリハビリテーションを考えていくのがジェラットということでしょうか。はい。ジェラットの R でリハビリテーションと覚えていただければいいと思います。はい。で、ジェラットですね。まあ、いつも災害が起こっているわけではないですので、うん、まず目的としてやはり平時からですね、やはり お互いいいいに顔の見える環境を作ってけけないといけません、はい、そのために参加団体層がですね連携し合ってそして各地域において地域住民とともに災害に立ち向かえるシステムそういった災害リハビリテーションチームを発足させることが重要になります、はい、でこのことができれば特に大規模な災害が発生した時には災害弱者と言われる障害を持った人そして高齢な人 たちの生活不活発病への予防に対するですね適切な対応が可能になってきます。そうすることが国民が災害を乗り越え、そして自立生活をですね再建したり復興を目指していくるようなためにですね安心して安全でかつ良質なリハビリテーション支援が受けられるのではないかとこれが J ラットの本来の目的となっています。なるほど。 静岡県にもそうした組織、体制はあるんでしょうか。はい、えー。東日本大震災を契機にですね、災害リハビリテーションの研究会は毎年行っておりましたで今回で約10年になるんですけれども、はい、その中で最初は研究会がスタートしてそれから5年経って2016年7月から静岡 J ラットを立ち上げて今、体制を整えております。ー静岡、J、ラット。 どんなな体制になっていま,すか、はい、まずですね、中心となるリハビリテーション関連職員で旗揚げして、えー、おります。はい、で、われですね、リハビリテーション科医師が、えー、中心になり、そしてリハビリテーションの関連専門職として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という3療法士っていうのがあるんですね。はい、でこの3療法士会が一緒になって えー、この静岡の J ラットを盛り上げようとというところで今、チームを組んで体制を整えております。はい、でその中でやはり静岡県ですね東西に広いです東部地区、中部地区、西部地区ですね、うん、副代表を置いてそれぞれの地区のリハビリテーションの部門の代表者と合わせて <laughs>、まあ、何かが起こったときに支援もしますよ。その代わり お互いにですね相互に相関し合って受援というですねお,<ー>あのお互いに助け合って、はい、例えば東部地区が起これば中部と西部地区が助け合う<え>で西部地区が起これば中部とですね東部が助け合うといったそういった支援チームを今組んでおります、うんうん、なるほど頼もしい形で西部、中部、東部と県内の各地に関わる方がいらっしゃるということでですすねねははいこれやり当初ですね。 全く何もないところがスタートしたんですね、はい、で最初は非常に苦労しましまた<ー>であの「ジェイラ」という言葉自体がですねもうまだ根付いていない、はい、で「災害リハ」って何するねんっていう感じですねまあ,あのそういったことになってきたんですけどもでその中でやはり他のチームと違ってこれ あのー、お国の仕事じゃなくて最初はボランティアみたいな形なんですね。はい、で j ラ a t の活動というのは皆さん仕事を持った中でボランティアの活動という気持ちを持ってやっていただくのでまあほに手弁当でですねやっていただいてます。はい、で、あのー、どうしてもこうそういった支援にするにあたってあの皆さん病院の職員がほとんどですので、はい、病院側の理解も なないといけないとけんです理解はなかなか得られないところもある場合は<あ>有給を取って<ら>そしてですねあのお金も発生じゃなくてむしろ自分からお金を払って静岡県民そして災害のためにですねあの自ら進んでお金を出してボランティアの精神でやって下さる方が非常に多くてですね、うんはい、本当に頭が下がる思いなんですけれども、えー、でそういった中で今ようやく体制ができてきて協力体制が あのなんとか出来上がっている状態にあります、はい、そういう体制の中で山内先生はどんな関わり方をされてるんでしょうかはい、えー、私2016年立ち上げの時からですねまあ前任はあの私の前任者の水嶋隆教授が初代の代表でその翌年から私が代表を引き継ぎましたはいでその中で、えー、リハビリテーションの関係者に対してですねまず もうみんなに周知してもらわないといけないといったところで啓蒙活動ですね、ではい、そのために勉強会とか、そしてそのリハビリテーションの専門職の方たちに災害になった時にどんなことを支援すればいいのか、勉強して支援体制を作るようなですね連携体制を今、取っています、はいで。各、それも東部、中部、西部,西部とです、ね、その地域ごとにですねその連携してくれる療法士さん、そして医師をですね募り。 そそしてその体制を作るといったことを今、中心に行っております静岡 j ラットでは、これまで具体的にどんな活動をしてきたんでしょうか、はい、まず、年に1回ですね、まあ、教育、啓発のための研修会、講習会を行いましたで、そのことで県内のリハビリテーションの関連専門職、そういった人の知識とか技術、そういった習得を、えー、行っておりました。 実際の災害の現場で静岡ジェラートが活動した例はあるんでしょうか。はい、これ他地域ですね。あの福島の方に大雨被害の時に。静岡県の医師一名、理学療法士一名が活動しておりました。はい、静岡県内の災害というのは、昨年の熱海の土石流が初めての支援になっておりますお。なるほど。災害の現場で活動されて見えてきたこともあるのではないかと思います。来週も引き続き。 災害関連死をなくすためにというテーマで熱海土石流での実例なども伺いつつ災害の際の医療について教えていただければと思います浜松医科大学附属病院リハビリテーション科教授山内克也先生でした今週どうもありがとうございましたありがとうございましたそして来週も引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 来週は、今週に引き続き、災害関連死をなくすためにというテーマでお話いただきます。お相手は野地武彦でした。この番組は、静岡県医師会・静岡県医師共同組合の協力でお送りしました。